私の今年度の目標は切実に身長を伸ばしたいと思っております。伸びない、違う、あのね、まだ成長期が来てないだけなんですよ、私は。小さい方が可愛い。伸びないで、それ見るようにしないで。だから釣り革とか毎回ね。そうなの、だから第二次成長期とか本当知らないんで、まだ成長期来てないだけなんで、私はまだ諦めておりません。ということでね、あの役者としてももちろん、ね、まだまだ成長期はこれからだと思っているので、身長もともに今年はいっぱい飛躍をしていきたいと思っております。なので今年も今日も楽しんでまいりましょう。よろしくお願いします。頑張ろう、よいしょ、うん、はい、身長差が燃えるよね、本当にこの2人でかい。私がでかいんじゃないです私すごい平均的だから、日本人でも、まあ、私、はいではですね、最後に傘に誘うしずくちゃんかな、はい、が、あゆむちゃんを傘に入れて、あいあい傘になり、じゃあ帰ろと言ったら終了でございます、うん、隣空いてますよ。あ、イケメン一緒に入ろう、サイズ感が一緒ぐらいでさ、皆まで言うな。え、見て見て、カスミじゃないや、カオリンちっちゃいよ。すごい、半分ぐらいしかないんじゃない。カオリンちゃん、あーあーあー、行こう、給食の虹を咲かせに虹ヶ崎。頑張りましょう。イエーイ、頑張ろう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